冴えないおっさんリーマンな俺に、当時高3の嫁に電車内で惚れられて、嫁が大学生の時に結婚。身寄りのない俺が嫁実家に移り住み、マスオさん状態。幸せだけど、未だに現状が夢なんじゃないかとたまに思う。当時嫁高3で17、俺30オーバー。毎朝の通勤電車で途中から乗車してくる嫁さんには、結構前から気がついてて可愛いなとは思いつつ、痴漢冤罪が怖いのでいつも音楽聴いて、右手つり革、左手は本を持って読書でした。向こうがこちらに好意を抱いてるとら夢にも思わなかったので、降りる駅は俺の方が先なので、いつも通り降りたら後ろからカバンを叩かれ、嫁にいきなり手紙渡された。内容は、いつも見かけて気になってました、ご迷惑でなければご連絡ください、と高校生にしては真面目な文でした。ちなみに嫁は過去に軽く男性恐怖症になるような出来事があり、付き合ってから聞いたら手紙を渡すときは失神するかと思うぐらい恥ずかしかったそうです。その場では気の利いた受け答えもできずに、話しかける間もなく嫁はまた電車に戻ってしまいました。会社に着いてすぐに手紙を確認し、超浮かれた俺は帰宅途中から何度も再読してメールを返しました。内容は、おっさんだよってことと、メールではなく会って話がしたいってことを大人ぶってかしこまって送りました。すぐに返信があり、次の日の帰りに嫁の乗車駅近くのファミレスで待ち合わせをして会いました。その日の行きの電車では、あえて時間をずらしたのか嫁とは会えませんでした。帰りに久しぶりに恋愛のドキドキを感じながら待ち合わせ場所に行くと、友達らしき女の子と一緒にいた嫁を見つけ、声をかけたら、その友達はすぐに席を外しました。すぐに分かったんですが、その友達と思った子は妹でした。すんげーにらまれたのは未だにすごく覚えてます。妹との仲はすごくよく、若干シスコン気味なくらい姉思いな妹で、なんでお前みたいな親父がお姉ちゃんに気に入られたんだと思ってたそうです。ファミレスでは終始無言の嫁に、はしゃぎ気味な俺が話す形で、ほぼ俺の小学校から今までの人生紹介になってしまい、途中両親を亡くした時の話では軽く泣かれて焦りました。喋りすぎたと気づいた時には2時間ほど経っていて、遅くなると親に怒られると思い、会計を済ませ外に出た時に、俺さと言われた時はイメージと違ったから、もうこれっきりでと言われると思い、俺もかなりテンション下がっていましたが、かなり間を置いて嫁が言った次の言葉は、結婚を前提に付き合ってくださいというぶっ飛んだことでした。その日からたわいもないことをメールでやり取りし、次の日曜日に会う約束をしたら、その時に愕然としました。夜嫁の家に夕食に招待されたのです。親に会う？なんだこれ。まさに異次元に迷い込んだのか、漫画とか小説かゲームのような展開に本気で悩みました。当日冠婚葬祭用のスーツで身だしなみを整え、教えられた家に行くと、ちょっと大きい普通の一軒家で豪邸でないことに安心しました。インターホンを鳴らして中に入ると、嫁の母親が迎えてくれて、手土産の和菓子を母親に渡して、案内されたリビングで席に着くと、母親は笑顔だけど父親と妹は超しかめっ面。嫁も俺と同じように緊張顔で俺を見てました。食事をしながらは特に嫁との付き合いの話はせずに、俺の仕事のことと嫁にも話した
俺の面白くもない人生を話して、主に父親からの質問に答えつつ、食事が終わりました。食事の後に父親に誘われ、書斎についていき、そこで軽く飲みながら話をすると、嫁の軽い男性恐怖症の原因となった過去の出来事、親バカな面を差し引いても真面目だと思う嫁の性格、そんな嫁が気になる人がいると家族に報告し、それが年の差のある男で話したこともない人と聞いて、とりあえず手紙でも渡して会って話をしてみろと母親がアドバイスし、その結果付き合うことになってすぐに家に呼ぶように言ったのは父親だという事実、すべてが現実とは思えず、相槌しかできない俺に父親が言った言葉は俺を現実に引き戻しました。あの娘が惚れた相手だから反対はしたくない、でも娘より自分に年が近い相手との付き合い、ましてや結婚は素直に認められない、だから婚前交渉は絶対認めない、1ヶ月に一度でいいから家に飯を食いに来い、基本門限は守れ、あらかじめ伝えてあれば門限を過ぎることは認めるが、火起こすことは認めない、浮気などは認めない、転勤などで離れることがあったら別れろ、娘が希望大学に落ちたら別れろ、結婚は早くても大学に入って落ち着いてから、娘に会っているときは必ず俺の電話には出ろということでした。話の最後に本当に苦悶の顔でできれば別れてくれと言われましたが、すぐに今のは聞かなかったことにしてくれと訂正されましたが、本音でしょう。本当にお父さんは苦しい気持ちだったのだと今でも思います。そんな重い話も終わり、駅まで娘に送ってもらい、とても今時とは思えない嫁と俺の交際が正式に始まりました。その後の嫁が大学に入るまでの付き合いは、会社、学校帰りに最初のファミレスで待ち合わせて話をするのがメインで、受験生ということもあり、志望校に落ちたら付き合い終了というのは嫁も言われていたので、頻繁にデートするわけもなく、受験となり嫁は大学に無事受かりました。当時の嫁は志望校に落ちたら駆け落ちする気満々で、お小遣いもほとんど使わず貯金ばかりしてました。結婚までの間に嫁の友達とも会いましたが、嫁は友達からも守られている存在らしく、一人の友達からは泣かせたら社会から抹殺してやると冗談っぽく言われました。大学に入ってすぐに嫁から再度プロポーズされ、お父さんに報告しに行きましたが、その頃には諦めていたのか、まだ早くないかと言われましたが、母親の大学生なのに結婚しているって素敵ねという少し抜けた言葉で結婚の許可が下りました。嫁の希望で身内と仲のいい友達だけを呼んだ結婚式を挙げ、嫁の在学中は2人で暮らし、卒業後に嫁実家に移り住み、子供が生まれ、今では孫にメロメロなお父さんと、手狭になった今の家をリフォームするか新しい家を買うかが夜の飲みの時の話題です。長くなりましたが、これが慣れ初めですかね。最初に書きましたが、今でもこの生活は夢なんじゃないかと思うことがよくあり、目覚めたら一人暮らしの頃のあの家なんじゃないかと心配にもなります。決してネガティブな性格ではないのですが、よくある幸せすぎて怖いっていう言葉もこの年になって本当によくわかるようになりました。本当にたわいもないことですが、最初に養子で好感を持ち、毎回駅でドア付近にいたから降りる人がいなくても一度外に出る姿に誠実さを感じたと言ってました。今の年齢とかはぼかしってことで勘弁してください。
高校生が一般的に携帯を持っていた時代ではあります。